インタラクティブアドバタイジングビューローと呼ばれるディスプレイ広告における運用構成の指針にいて発表した。2011年6月には、米国広告主協会及びアメリカ広告代理店協会との提携を発表し、ガイディングプリンシプルズオブデジタルメジャーメントというデジタル広告における効果測定の指針を発表した。2012年5月31日、イアブは、 インターネットエクスプローラー10において規定で Do Not Track を有効にしたことでマイクロソフトを批判した。イヤブの反応に対する主な批判はトラッキングはオプトアウトではなくオプトインにすべきということだった。2013年3月12日、イヤブは Firefox22 でサードパーティーの HTTP クッキーのブロックがオンにされる計画に対して モジラに対するキャンペーンを開始した。イアブは、これが収益を広告ネットワークに依存している、小規模な出版社に悪影響を及ぼし、ウェブ上のコンテンツ選択の多様性を損なうとした。このキャンペーンは、インターネットプライバシー用語派から、大きな批判を受けた。2014年8月には、一般社団法人インターネット広告推進協議、会との提携をはじめ、 2017年2月にイヤブのライセンスを取得したジアーがイヤブジャパンとして発足したことを発表した。2016年1月、イヤブはアドブロックプラスの開発者がイベントに参加することを許可せず、アドブロックプレスが支払った金額を返金した。イヤブはアドブロックプラスの参加を許可しなかった理由を明らかにしなかった。2017年6月、イアブは ADS TXT 出版社が認定販売者をリストするための標準の初期バージョンの使用を完成させた。2017年11月、イヤブヨーロッパは今後の一般データ保護規則に準拠するために、ウェブサイト、広告主、及びその広告技術パートナーがで処理される個人データに関する消費者の同意を取得、記録、更新できるようにすることを目的とした。 オープンスタンダードの技術フレームワークを発表した。フレームワークの技術的及びポリシーの詳細は2018年3月に公開コンテンツで利用可能になった。2020年2月、イアブはサードパーティークッキーのブロックに対する解決策を見つけるためにプロジェクトレイルクの下で業界全体のコンソーシアムを結成した。イアブは6つの基本方針を挙げている。 ありがとうございます。